やっぴー、ひらのぐらです。みんな宿してるか。出産予定日まで30日カウントダウン YouTube 動画。はい、今日で35週と5日妊娠9ヶ月に成長いたしました。おかげさまで今のところ何のトラブルもなく育っているんですけれども、今日ね病院に行ってきたんですけど、なんとお腹のバブ子がですね、まあ、女の子なんでバブ子って言ってますけど、バブバブとかのバブルをかけておりますね。バブ子が今 2700g ということで、2700ボディコン切る前で結構大きい。 3000g は越しますので、ちょっとミラボー状態。今日は病院で体重を測ったんです。ついに人生初の70キロになりました。普通の小声でおったまげって言ったの初めてかもしれない。うん、妊娠前が50だけ3キロなので、まあ、16キロ、17キロ、もう太ったわけですよね。2021年2月の21日に向けて、どんな風に埋めるのか、本当に自分で発生したなってわかるのか、その、押し寄しっていうものに気づけるのか、不安だなぁとは思うんですけれども、まあ、日々、なく過ごしたいと思います。では、最後にですね、妊娠あるあるを言って今日はお別れです。すごい動いてるって、すごい動いた、あ動いたって言って旦那の手を触ってって言って旦那にこう触ってもらうと全く動かなくなる。予定日まであと30日。おったまげ、やっぴー。35週と6日目妊娠9ヶ月です。今日はですね、私の出産までにやることリストの中から髪を切る、はい、これ妊婦あるあるですね。髪を切ってきました。だいたい10センチぐらい髪切りましたかね。ロングだとシャンプーねするの大変だったりとか、乾かしたりするのがめんどくさいっての先輩ママが言うので、ちょっと髪を切りました。で、この髪の毛のおすすめポイントなんですけど、髪の毛がなんとか結べること、こうやって結んでもこの辺が落ちてこない。やっぱりこう授乳とかするとすごい髪の毛が落ちてきて邪魔なのと、あと赤ちゃんがそのうちこう髪をこう引っ張って離さないかったりするんですって。だから結べるっていうのはすごいおすすめみたいです。あとはパーマをかけました。はい、今ちょっともうスタイリング全然しないんですけど、パーマかけとけば、まあ一応なんか雰囲気的になんとかなるかなっていうのでかけました。そして、私これ一番大事なことだと思うんですけど、大体出産して2、3ヶ月で9割のママがホルモンの関係ですごく薄毛になるっていうのを聞いたんですよね。なので、これ見たらわかると思うんですけど、割と重めにカットしてあったりするんですよね。重めに。こう薄くなるっていう前提で、あまりすかずに髪を切ってもらいました。これから髪を切ろうと思っている人はぜひ参考にしてみてください。はい、出産予定日まであと29日バブバブやっぴー。今日で36週目に入りました。妊娠10ヶ月。いやもうね、正直本当に1ヶ月から6ヶ月までつわりがあったんですけど、もう10ヶ月今が一番辛い。張りとむくみと眠気と食欲、食べても、お腹がすく、でも胃がもたれる、あとつわりがね、食べづわりがちょっと戻ってきたなっていう感じですね。まあそんな日もありますけども、もういつ生まれてもおかしくない張りだなっていうふうに感じます。はい、出産予定日まであと28日。しもしも、私のらよ。やっぴー、36週と1日目、妊娠10ヶ月。
最近なんかよくマタニティ雑誌とかのお仕事をいただいてお腹出すこと結構あるんですけど、妊婦さんからも何を使ってるんですか、クリームとかケアどうしてますかってよく聞かれるんですけど、それ今日紹介します。私が使っているのはまずこちらのベレダマザーズボディオイル。こちら妊娠初期から産後3ヶ月ぐらいまで使えるオイルです。あのベレダさんは本当に種類も豊富で非常にナチュラル素材でおすすめです。これはなんか助産師さんとお医者様が研究して作ったものらしくて、非常にあのベタベタしないで馴染みが良くておすすめです。はい。そして今度はクリーム、ママ&キッズナチュラルマーククリーム。これもすごい低刺激用で贈り物とかにも結構定番のアイテムです。今冬なのでやっぱりオイルの方があの冷たくない肌なじみがすごくいいので、手につけてこうやって温めてつけると、まあ、オイルの方がなんかすぐ温まる感じがしますね、うん、なんでまあ季節とかによるんだと思う。あと好みとか、私はたまにオイルを塗った後に上からクリームで蓋をするっていうこともあります。はい、あと27日やっぴー、36週と2日目10ヶ月臨月ですね。今日はですねマタニティのお洋服をちょっと紹介したいと思います。どうでしょうか、こちらでーす、こちらはマタニティのお洋服を取り扱っているチョフォアさんというブランドさんからいただいたワンピースです。すごいこのねニットのこのワンピースなんですけど、非常にね着やすい。チャックなんですけど、ここからこう開いてこう授乳できるようにもちゃんとこう考えられている。膝から足首のちょうど間ぐらいかな。私今身長162センチです。体重が72ぐらいいってるかな。すごいあのフィット感があってスタイルがよく見えるよね。でここからちゃんと綺麗に A ラインというかこう美しいラインをすごいね褒められるんですよ。でお腹も全然圧迫感がないんです。だけどフィットしてるからおしゃれしたなっていう感じがします。あと出産まで26日